お疲れ様でございます。今回は一眼リフカメラについてお話ししようと思います。その中でも私がね、長年強く信頼して、まあ言ってみれば依存してきた一眼リフカメラ、カメラ転売についてのことなんですね。まあカメラ転売ってのはフィルムカメラの時代からものすごくね、人気で転売による利益ってのはずっと長い間見込まれてきたわけなんですよ。しかも 日本製のカメラってのは世界的にもものすごく信頼が厚くっておそらくねカメラのメーカーっていうとニコンとかミノルタとかねまあそういったブランドを皆さんも聞いたことがあると思いますけどもそれ以外って知らないんじゃないですかね、まあ、あのクラシックカメラのねライカとかっていうのはねあると思いますけどもこれはあくまでも骨董品としての扱いでカメラ写真を撮ったりね それから、仕入れたり売ったり、レンズをいろいろと揃えたりってことはないと思うんですよ。で、よくね、アイドルを追っかけするカメラマン、いわゆるカメ子ってのもいたりとか、最近はコスプレイヤーさんをこうね、取材するために、いろんな一般人の方が、まあ、ジャーナリスト気取りでね、写真撮ったりとかして、まあ、オリジナルの写真集を、同人誌なんで出してます。そういったところを見ると、カメラっていつも人気なんだなって気がしますけども、 私がカメラ転売をね、ええー、今、離れている。そして今後もやる見込みのない。まあその理由については、実はね、カメラってね、もう売れなくなってきてるんですよ。それを知ってるからなんですね。で、デジタルカメラの販売台数。ここが肝なんですよ。デジタルカメラがどんどん販売台数を伸ばしているならば、市場が広がっている。もしくは一人当たりの、そういった一眼レフの 所有台数が増えてるってことなんで、見通しが明るいんですよ。で、しかもね、世界中のマーケットを日本のカメラメーカーが持ってるってことは、ひとえに日本のカメラメーカーがどのぐらいの販売台数を毎年毎年更新させているのかっていうところが、世界のカメラの人気に比例してるっていうふうに単純に考えることができるんですよね。で、ここでちょっと数字を出してみましょうか。 デジタルカメラの販売台数なんですが、2000年代は毎年、なんとね、1000万台以上出荷していました。毎年1000万台ですから、10年で1億台です。この1億台が新品で売れて、さらに新品で売れた中から、あ何回も何回もね、繰り返し、中古市場に出たり入ったりするわけですよ。新品のカメラを中古市場に売る、中古市場で、 そのカメラを買った人がしばらく使ってまた中古市場に売る。この繰り返しで中古車みたいにね、一台のカメラが何回もオーナーさんをこう移り変わっているんですよね。まあそういうことを考えても、まあメーカーの出荷台数が縮小すれば中古の市場も小さくなっているってことが単純に考えることができるんですよ。で、これをタイムラグを10年ぐらいつけてるのかなと私は推察します。つまり、 カメラの新品の出荷台数が1000万台起きて10年後くらいにその出荷台数の減少なり増加なりの影響が出るっていうふうにね考えてるんですよね。まあそうなってくるとね、なんとね2000年代は1000万台以上出してきたというふうにお話しましたけども実はね2010年にはピークアウトしてるんですよ。つまり1000万台以上ずっと売り続けてきた の驚異的なね販売台数を誇ったデジタルカメラ市場なんですけども2010年に1050万台と微増で止まったんですよでそれを最後に毎年2桁ダウンが続いてるんですよ2桁ですよで2018年その2桁がずっと続いていくとどうなったかっていうと実はね1000万台以上出荷したその栄光虚なしく285万台まで縮小して そこからどん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 減ってるんですよね。このままだと2030年には100万台を切るんではないかなと考えられています。それもそのはず、この一眼レフカメラっていうのはもともとプロのカメラマンが使うようなものだったんですよね。しかしそのプロのカメラマンが使うはずだったカメラっていうのが一般の人も手に届くような金額になってきたり、中古市場っていうのが台頭してきて、あの高性能なカメラでもね、 片落ちして5年10年、10高性能のまんま手に取ることができたんで中古市場っていうのはあものすごくね発達してきたんですよただし今やっぱり一眼レフカメラはプロの人が持つものに変わってきましたなぜかというとスマホのカメラが追いついてきたからなんですよまあ所詮ねプロじゃない方が撮る写真っていうのは一眼レフカメラでも高性能のスマホのカメラでも同じようなものになってくるんですよね だからそこには露出ですとかシャッタースピードそれから照明の当て方で撮影枚数みたいなプロならではの技術がなければやっぱりまねっこなんですよねで結果何が言いたいかっていうとカメラっていうのは実はね一眼レフカメラ急速に売れなくなってきてるんですよと同時にカメラ転売も利益が出なくなってきてますで今回の動画の 結論ですけども、私はカメラ転売をもうやってませんし、あまりおすすめをしてないんですよね。で、上手に私は、10年前にカメラを売り抜けて、自分はその世界から撤退したってことなんですよ。もちろん、高いレベルで取り組めば、カメラ転売今でもできないことはないと思いますけども、一眼レフカメラを欲しいという方が、急速に減ってしまって、1000万台以上売り続けてきた、 その日本の市場も100万台を切るところまでね、今見えてきてるわけですから、まあ離脱する今最後のタイミングなんではないかなと思います。もちろん一眼レフカメラが大好きで写真を撮るのが大好き。そういった気持ちをね、まだ持たれてる方って、まあ非常にね、すごいいい趣味だと思いますので続けていただきたいと思うんですけども、ただカメラ転売を利益を取る目的でやってみようという方には結構今ね、ハードルが高くて 挫折が早い、そんなマーケットになってきてると私は思います。ですんで、これからね、カメラ転売の市場に入ったところで、5年前、10年前みたいに、1台あたり5000円、1万円の利益が稼げるようなことにはもうなってないと思います。なんせ、カメラが余っていて、中古カメラは行き先をなくしていてですね、どんどん値下がりしてるからなんですよ。ですんで、カメラを趣味にしてる方としては、いろんなレンズやね、ボディを手に入れる、 いいチャンスが今来てるんじゃないかなと思いますね。はい。ということでね、カメラ転売も私もね、かなり高いレベルでやってきたんですけども、もうやらないよ。そしてカメラ転売をおすすめもしないよっていうのは、こんな理由なんですよね。これから本当に一眼レフカメラが好きな人が、スマホではやっぱり使いこなせないんで、やっぱり一眼レフカメラの、こうね、卓越した能力を手にしたいという方の、やっぱりこう、 素晴らしい趣味になっていくんじゃないかなと思います。転売には向かないけども、趣味には向く、まあそんなところですかね。はい、一眼レフカメラ大好きな人は、これからもっともっといいレンズ、いいボディが手に入っていくんじゃないかなと、そういう意味では明るいニュースになると思います。今回は以上です。お疲れ様でした。